マットホールはオーストラリアのパイロット。ニューサウスウェールズ州ニューカスするミアウェザー生まれ。祖父と父もパイロットだった。元オーストラリア空軍の戦闘機パイロットで極技飛行の国際大会にも多く出場し、2009年からはレッドブルエアレースワールドシリーズにオーストラリアから初めて参加した。マットホールのチームが利用するハンガー飛行中のホール2017年レッドブル。 エアレースワールドシリーズ内場マットホールの機体 n 5 4 0メガヘルツ祖父は第二次世界大戦で戦った経験を持つパイロットで同じくパイロットの父と共に幼い頃から飛行機に乗っていた。15歳の時、グライダーで初の単独飛行を遂げ18歳でパイロットの免許を取得。グライダー、ウルトラライトプレーン、ハンググライダーの免許を持ち、 パラシュート効果も一度体験したことがある。軽飛行機で700時間以上、極機飛行で500時間以上と、様々なタイプの機体で4000時間以上の飛行経験を持つ。極機飛行は一度のフライト時間が20分から30分と短いため、その時間の多さがうかがえる。展示飛行では、ジャイルズ G-202 で300時間以上飛んでおり、 常に自身と機体の限界に挑んでいる。ゼネラルアビエーションと軽飛行機に特に情熱を持っており、マスタング P-51 はホールにとって5期目の機体である。レッドブルエアレースではマットホールレーシングとして活動していた。参戦しているレッドブルエアレースワールドシリーズには2009年から2016年まで MXSR を使用していた。他に MXSR を使用しているのは、ホールとナイジェルラムのみで、ジブコエッジ540が主流である。2017年シーズンは、エッジ 540V3 に変更した。チームカラーは2015年シーズンまで、オリジナルカラーだった。2016年シーズンからは、レッドブルのシンプリーコーラがメインスポンサーとなり、機体カラーはシンプリーコーラの缶と同じ。 赤銀青の三色となった。2018年シーズンからは、オーガニックスバイレッドブルカラーとなった。2019年のレッドブルエアレース最終シーズンで、ワールドチャンピオンに輝いた。2019年のレッドブルエアレース終了後、2022年開幕のワールドチャンピオンシップエアレースにもレースパイロットとして、参加オーストラリア空軍の戦闘機パイロットとして、会。 A-18 ホーネットの飛行時間は1500時間を超える。空軍在籍中には数々の賞を受賞しており、戦闘機のパイロットインストラクターのデクス、1997年にはその年の最優秀戦闘機パイロットに選ばれ、2006年にはインストラクターとして優秀なパフォーマンスを表彰された。アメリカ空軍との交換プログラムでアメリカで過ごした3年の間に、 回 -15E ストライクイーグルなどの戦闘機に500時間以上乗った。成果を認められ、アメリカとオーストラリアの双方で勲章を受賞した。オーストラリア空軍を除隊し、フルタイムのレースパイロットになった。ありがとうございます。